セブンデイズの、はい、合間、ちょっと休憩、はい、ちょっとお遊びで、リュウさんがどうしてもやってみたかったって言ってたゲームがあったので、そう、出始めた時からずっとやりたかったんだけど、そう、それがちょっとセールされてたので、2年間温め続けたっていう、それをちょっとやってみるんですが、ゲームタイトルをどうぞ。ウォーハンマー、バーミンタイド2ってやつです。てや。これなんだっけ、はい、L4D2 の、L4D2 は撃つじゃん、うん、あのシューティング的な。うん、だけど、まあ、こちらは、まあ、近接武器を結構メインとして、まあ、弓もあるし、銃もあるし、魔法とかもあるんだけど、それをメインとした、まあ、近接だったりとか、まあ、なんだかスイッチヒーローのところを見てもらったら、うん、わかるんですけど、こういう開いた？開いた。こういう風に、まあ、キャラクター選択、うん、L4D2 だったらキャラクター選択したところで結構やることは同じじゃない？うん。だけど基本的に何を得意とするキャラなのかっていうのが変わるから、うん、弓だったらこの、まあ、シグみたいな格好した人とか。うん、近接だったらドワーフみたいな。ただこの人たちも、まあ、ドワーフこれボーガン持ってるけどね、うん、だけどレベルが上がってくるとアンロックされるスキルっていうか、あの職が上位職だよね、うん、出てきて、そのアンロックされていくとこういう、なんだろう、違う攻撃ができるようになるとか、うん、あのスキルも変わってくるから、うん、戦い方の幅がものすごく、うんうんうん、その L4D2 とまたちょっと違うような、うん、感じで、あの戦ってレベルを上げるって言ったけど、もうやっぱりレベルシステムがあるから、レベルを上げることによって、基本能力が強くなるかわかんないんだけど、あのスキルを振ったりとか、うんうん、ハクスラー的なところで、あのミッションを終えると宝箱が手に入るので、そこで武器やアクセサリーが手に入って、いいものが入ればより強くなるし、うん、次回からそれで戦えるっていうような、うんうん、まあ、ちょっとなんだ、育成的なものが L4D2 とは違うところ、ファンタジー要素がものすごく強いって感じの、そうそうで、ね、RPG っぽいっていうような、うん、育成要素も追加されてっていう感じだね。そう、今まではセブンデイズみたいにゾンビに近代武器で戦うだったけど、うん、今度は魔法と弓と剣とまあ銃も出てくるけど、それでそうで、まあセブンデイズでできなかったあの無双っぽいようなことも、うん、できるから、まあ、ちょっとスカッとしたいなっていう時に入ったね、うん、お来た、私はこれで、おばさん顔怖いね。お、魔法を打つとなんか体が光るんだね。あ、そうなの？うん。お、怖っ。お、怖っ。怖っ。この子はこのババ。じゃあなんか行ってみようか。うん、そうだね。とりあえず、まあ、チュートリアル終わらせただけだから、まだ何にもやってないので。うん。で、これ基本英語だから。うん。わかりません。わかりません、わかりません、私たち日本人なので出た、インチキ外国人これでいいんだよね、セレクトミッションで、うん、オープンのクイックカスタム、カスタム、カスタムかな、イベントとかじゃないもんね、カスタムの、プライベート、ホストプライベートゲームの、チェンジミッション？まあ、とりあえず端っこからやればいいよね。そうだね。セレクト。三つあるけど、上、真ん中、下ってあるけど、上からでいいのかな？どこからでもいいんじゃない？やってみようっていう感じで。とりあえずじゃあ上から。うん。セレクト。
かっけえな。チェンジディフィカリティ、難易度選択みたいな。なんとかなんとかなんとかかんとか。わからんな。なんて読むのかわかんないけど、一番上、次がベテラン、ベテラン、チャンピオン、チャンピオン、レジェンド。一番上のやつは優しいやつってことかな。そうだね。ちょっとわかんないから優しいのからいこうか。うん。参加者募ってんだね。これやりますかみたいな感じで。ああ。はい、やります。はい。あ、で、これいけばいいのかな。スリウェイストーンって。あ、ここに入るのかな。はい。入った。お、2、2、1、こわ。こわ。I need a distraction. おお、あ、これはあの L4D2 と同じで、こう入ってない時は誰かが、ああ、なるほどね、仲間が、仲間として。本当にそうなのかな、 NPC なのかな、ちょっと分かんないけど。ネズミでかくない？え、おお、来たよ。どこ行けばいいの？とりあえずマップって見れるみたいな、見れないの？マップなんてあんのかな、わからん。あ、ネズミがなんか、あ、あれ敵じゃね、あれ敵、撃ってみるよ。いいよ。あー、ひでことすんね。敵じゃねえんじゃねえのあれ。ねえ、ひどくない？降りちゃえ。おい、敵だ。敵じゃん。お、武器を落としたけど取れないんだね。あ、そっちにもある。まあ、最初から鬼畜なわけじゃないだろうからね。うん。あ、なんかすごい、いろんな道があるんだね。ね、あ、なんか落ちてる。アイテムがある。いい。あ、それだけか。これチュートリアルでやった爆弾かな。あ、今爆弾投げるのもったいない。あ、ここにもなんかあるよ。マジ？うん、ほら。あ、さ、もうほらいい。おお、もう NPC が優秀、結構。あ、なるほど、貯めたやつはこうやって出すのか。あ、ここにもあるよ。あ、これ爆弾だ。お、なんかボワー言ってるよ。やべえんじゃないの？ね、うわー、やべやべ。おう、あ、たくさん来てる。え、ほんとだ。これ無限なんかな。あ、やべ、なんかここに来てもゾンビじゃない？これゾンビ、そんな感じ、ゾンビな感じじゃないこれ。でもこの攻撃速度が速いからちょっと面白い。うん、ちょっと速くて面白いね。ね、あ、あ、ネズミ倒せた。あ、倒せんだ。うん、なんか出たよ。え、何出た？え、なんとかかんとかって。あかんね。怖、首。首が、首つり。おお。爆弾投げたった。投げたった。敵は？あ、来た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 。なんか早いの来た。なんか、後ろに。なんか投げてくるやつが。わあ、いて。おお、飛んできた、飛んできた、飛んできた。倒した？倒した。お。矢落としてくれる。いろんな方向から来るの怖いよね。ねえ。なんか叫び声聞こえるけど。あ、ここになんかいる。炎で撃ったん。邪魔、お前。やべ。敵がたまに矢落とす。ほうほうほう。あ、俺だけダメージ食らってんの。え？そう。わかったわ。やべ、あら、あれ消えた、また消えた。表示バグですか。なんか魔法っぽいのが。なんだなんだ、あちこちに回復落ちてるね。あ、これなんかあるよ、ここに。え、どこ、これ、あ、ここであのカラ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 ってやって開けろってやつじゃない。
ああいいようして、ああ自分でやるんじゃない、勝手にやってくれんだ。ああ開くね。ここ守れとかじゃない、開くまで。マジで、あ上になんか魔法飛んでる。死んだ、ね、ザコまた大量。熱じゃなくて痛炎を出す瞬間にやられるから。痛い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 、 F を出してどれや。おおすげえ、おおすごいね。これ俺の特殊攻撃みたいな。特殊攻撃見てる暇がない。これ敵じゃ、うわ怖い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 、わわわわわわ、お死んだ。いや落としてくれた。あ、これで開いてるわ。ああ開いてる。もうわけわかんないうちに矢が足りなくなって、あ大変と思ってるうちにボコボコやられた。あ、ここになんかある。あ、矢じゃん。うん、矢の補充した。行くぞ。ここでエレベーター。おおおおおお。うわ、なんか気持ち悪いのいたよ。え、マジで？なんか、あ、なんか来た。うお、まだいる？カラカラ言ってんね。うん、おお、あぶな。あー燃えてる燃えてる燃えてる。あーまたなんか嫌な音だね。やばい、後ろからも来る。もしかして、いやー強い。ほらおい、お今のが必殺技か。違う、これはね、ため技、魔法の必殺技はね、うん、必殺技は俺前の方でやった方がいいか。うん、こうやって向こうの方に行って、おれーってこんな感じ。うえーうえー燃えてる。瞬間移動みたいな感じで奥のあの方に進めるみたい。なるほどね。また来た、たくさん来るよ。これすげえ声聞こえるな。おお来た来た来た。とりあえずオーバーヒートするまで牽制牽制牽制、超来る牽制。あーオーバーヒート、熱い熱い、あやばい死んだ。死ぬな。マジか、死ぬのか。待って、死ぬの。回復する、うん、回復薬あったよね。あったあった。死ぬんだ、あぶねあぶね。使いすぎに注意ってやつだね。うん、 MP とかそういうのはないけど。うわー、おー、びっくりした。ボスですか。熱い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 。ああ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 、やられてるよあいつ。あ、うわ投げられた。よっしゃ、ほら当たった。ああ怖い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 。熱い熱い。そんな怒らんでもいいやんけ。痛い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 。あ、もうちょっとじゃねえ。ほら、おーオーバーヒートして。あー、痛い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 。大技、あ大技、お、なんか拾ったぞ。ラストっぽいね、なんかね、なんかね、テンプありそうでない。あ、鐘を鳴らすんだね。なるほどね。そしたらウェーブが始まるってことかな、かなあ。チコちゃん泣いてるもの、この黒い穴。おお、すごいね、あの像ねえ。あ、揺れてる揺れてるよ、地震だよ。お、何、どうした。なんか光が集まって。ああ、来た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 。おお、どっから来んだよ。上から、ね、うわ、いきなり、いきなり強いのが俺ましょうか。
ヒル、ヒル。あ、これ真ん中上がってきてんだ、これ。あ、本当だ。なんかこうやって落とすなと思う。ずいぶんまだかかりそうだね。ねえ。なんか音がどんどん。やばい、すごい、すごいいる、すごいいる。あれ、いなくなった。今のでボーンっていう光で。おう。おう。Was that door part of Loner's plan? いきなり明るくなった。ああ。開いた。あ、本当だ。これ降りてけばいいの？ね。急に音楽が鳴り出した。さっきまで音楽ずっと鳴ってなかったよね。ねえ。あ、敵の声が聞こえる。急げ急げじゃない？急げ。はっ。あっ。おう、クリアか。ああ、オープン。ああ、俺もオープンできるのかな。オープンできる。あ、できる。箱3つ、よし、オープン。まあ、とりあえずこんな感じだね。だね。うん、一旦じゃあこれで、一旦これで、はい、お疲れ様でした。このお疲れ様でした。よく喋るな。お疲れ様でした。じゃあまた次回。はい。はい。